一番綺麗な空を飛ぼうよ、確かな未来へ この番組は富士見書房ハピネットの提供でお送りします。残念ながら未だ行方不明です。警察にも協力してもらっていますが、この状況では人手不足でして、都市機能は完全に麻痺しています。クロノの姿を全市民が見てしまったような状況で、終末を恐れる流言飛語が飛び交ってますよ。皮肉なことに教会はどこも盛況ですかね。シスコだけじゃない、アメリカ全土に騒ぎは広まっとるよ。最悪ですね。アイオーンが次にどんな手を打ってくるのか全く見当もつきません。アズマリアの証言から類推することはできんかね。難しいですね。お前さんでもか。ええ、牧師はロゼットが地上代行者と知っていたのですか。聞かされていなかったというのが正直なところです。私の立場とは所詮その程度のものだったんですよ。姉様、サテラさん、お姉さんが。今お力を。宝石が欲しい、お姉様。何をするつもりなの？必要ありません。血の色の宝石はヨシア様にふさわしくありません。私はヨシア様の姉、何が必要かは私が決めます。何言ってるの？姉様はヨシアの姉じゃない、私の姉よ。あなた、誰ですか？邪魔をしないでください。ヨシア様。君は、誰？姉さんは、どこ？姉様は眠ったわ。私が見えていないの。ヨシュアだけが姉様のすべてになってるみたい。あの、お姉さんの体は。私に霊力さえ残っていれば。あなた、まさか。
はい、消えてしまいました。どんなに願っても歌っても何も起こらないんです。なぜ神様は私にこの力を与えたのでしょうか。アイオーンはあの儀式が終わったら地上代行者を殺しました。私はもしかしたらあそこで死んでいたかもしれないんです。だけど私はまだ生きてる。終わったはずの運命がまだ続いているんです。私生きていてもいいんですよね。当たり前じゃない。シュタイナーのためにも生きるの。いい？デュフォーさん、どうだった？奴を見つけました。そうか。で、聖女は？一緒です。マグダラには。今の人間はふぬけて役に立たぬわ。思った以上に使えなかったな。クロノ、このままでよいのですか？愛しているのでしょう、彼女。聖女マグダレーナだな。待っていました、この鳥かごの中で。ずっと会いたかった。ねえ牧師様、修道会に行けばクロノはいる？クロノ？夢の中の人。黒くて大きくてすごく怖い。でも泣いてるの。なんで泣いてるんだろう。会えば教えてくれるかな。君が見た夢ならいつか会えるよ。その時が来れば必ず。時が来ましたね、クロノ。なぜ僕の名前を。悪魔か。聖女様から離れろ。愚かな人間が何を言う。さあ聖女様、こちらへ。 6.2 秒後に上段から袈裟切りきます。大丈夫、私がいる限り彼らは撃てませんから。聖女様を放て。未来が見えるんだな。だから私を連れてきたんでしょ。私は私が歩いた道にマリアの七つの悲しみを刻んでゆく定め、その定めが欲しかったのでしょ。トガビトさん、そんな顔しないで。傷つけることを恐れているんですね。さっきは傷つける理由がなかった。でもあなたはいずれ誰かを傷つける。傷つけざるを得ない。誰も傷つけたくないなんて子供のたわごとですよ、クロノ。心ある者が傷つけ合うのは当たり前です。きついな。誰かを守れば必ず別の誰かを傷つけます。生きていれば起こりうることです。全ては夢のためだったはず。その覚悟があったからこそあなたは私を連れてきた。何でもお見通しか。自称だけです。心までは見通せません。ありがとう。
んだ。これで自由だ。そんなことをしたらアストラルを維持できない。死んでしまうんだぞ。いずれは必要なくなる。そのための聖書だ。死んじゃうよ。だからお前がいる。もうすぐできるよ。それはアストラル収束制御ユニット。早い話がホーンの代わりでも、アストラルの供給源が必要になるんだけどね。例えば人間の命とか。で、儀式は星の巡り次第だね。食材の書が解読しきれてないけど、伝説をつなぎ合わせていけば。あとはあっち次第かな。痛みはないのですか。苦痛は俺を覚醒させてくれる。また一歩自由の地平が広がった。わかるか。君に聞きたいことがある。君は僕たちを知っている。夢の果てを君は見ているのか。街の明かり、私好きなんです。日が沈みかけた街を見るの。命の灯火、あの一つ一つの灯火に生活があり、家庭がある。人の生きている証。でも、私が生きている証は、聖魂。そう、神に選ばれし者の印。この証が私に刻まれてから自称師の力が生まれました。そして私の記憶には幾千の過去と未来だけが重なっていきました。小さい頃のことは何も覚えていません。両親のことさえも。幸福な結婚式の夢、恐ろしい死の瞬間の夢、すべて現実と変わらない知覚を持って、この星のあらゆる出来事が私の記憶に刻まれていったのです。その記憶があまりに多すぎて、私の本当はどこかにこぼれちゃいました。何でも継ぎ足せるけど何も入ってない空っぽの器、それが私です。それでもただ一つだけ、幼い頃から何度も見て覚えている私だけの夢があるんです。教会の曖昧な私の中で唯一確かな過去、その中の未来、私だけの本当。あなたの夢です。僕の。はい、あなたは黒の、私の命を奪う人。君の命を奪う。僕が。はい。それなのにここに来たのか。僕を待ち続けて。あなたは空っぽの私を満たしてくれます。どうしてそんなに落ち着いていられる。あなたと一緒だから。まったく不思議な人だな君は。クロノ、あなたは揺らいでいますね。役割と自分自身の狭間で。あなた方の夢は失敗します。あなたが誰も傷つけまいとするから。アイオーンには気をつけてください。あなたが彼を友と思っていても、彼は友とは見ていません。首は？今日はやめだ。アイオン、なぜ？
星の巡りは今がその時って言ってるよ。聖痕を刻んだ聖女も連れてきた。パンデモニウムの首もある。不完全を完全にする革命を起こすんでしょ。今を逃したら。マグダレーナは神の仕掛けたデコイに過ぎ。デコイ？聖女は俺たちの計画を失敗させるために使わされたんだ。この女は未来をクロノに告げた。おかげで俺たちの選択肢は広がった。クロノ、聖女を殺せ。お前の役割を果たせ。この定めを知っていて、なぜ来たんだ？なぜ抗わない？いくら拒んでも、来たるべき定めは変えられない。なら、せめて私の命を奪うのがどんな人か、知りたかった。クロノ、あなたを、愛してしまったから。君の自称師も今度ばかりは外れたようだな。いいえ、死なせません。これだけは傷だ。本を失った僕には傷を治すことさできない。本の代わりならここに。これは契約。私の命であなたを。やめろ。君は生きて。なぜあなたが泣くのか、なぜあなたが私の命を奪うのか、今わかりました。私たちは契約によって一つになるのです。私とあなたの血が同じ時を刻んでいくのです。君の分まで守ってあげたいんだ。クロノ、あなたは生きて、そして。クロノ。動き出したか。来い。お前の罪が待っている。君は誰？覚えてないんだ。何もかも、力さえも消えている。ロゼットのことも？うん。レヴィント。あの子たちが背負うにはあまりにも大きな十字架だとは思いませんか？信仰が揺らぐ。そうおっしゃりたいので。信じていなければ耐えられそうにありません。
聖女を離せ。もはや逃げられんぞ。望みのままに。グリュー、貴様。貴様聖女に何を。悪魔が祈りを捧げるとはね。一緒に行くわ、姉様の敵を討ちたいの。10年もの時間をかけてやっと取り戻したの。クローラ、グリオ、デフォーがやられた。やったのはあんたの相棒だ。聖女の血に気をつけろ。二つに分かれた絆、剣を向けるその思いは闇に囚われたゆえなのか、あるいは隠された切なる願いか。さまよい歩いた10年の時の答えを求めて、サテラは姉と対峙する。その声が空に向かって叫ばれる時、彼女の旅が終わる。次回、さよなら主よ、傷ついた魂に祝福を。この番組は富士見書房ハピネットの提供でお送りしました。